はい、選手起用を、ね、ずっと松方監督が今シーズンしてきました。そうですよね。もう本当にクオリティが落ちないというところでは、まあ、相手にどんどんこう圧力もかかっていきますし、まあ、今日も注目ですよね。そのあたりはどこのポジションでも見せてくれますね。ガンバ大阪のキックオフで前半スタートです。ラワンが落としてというところでしたが、左エンドガンバ、右エンドが横浜にマリノス。パトリックがいる、シュート、先制ゴール、ダワンが決めました。思わぬ形でガンバ大阪なくなったタイミングだったと思うんですけども、まあ、そこを、まあ、最初パトリックですかね、高岡のところよく狙ってましたし、ね、またそれにしっかりと反応したダワンが。そして水沼、レオセアラ、中にはウベル、かわして左足、同点。水沼、渡辺、長い距離を走りました。水沼ダイレクトで入れる、ファーでエウベル、東口、こぼれ球、文字通り返して同点。西村ついに押し込みました。何度もあったチャンス、ようやくここで押し込みました。1対1、 F マリノスセーブしたんですけども、そこのセカンドボールへの反応もやっぱマリノスの方が早かったですね。ここ渡辺が丁寧に、まあ、西村、まあ、自身はもっと得点に絡みたいという話をしています。まさに絡みました。水沼の左足、体を入れた三浦、セカンドエウベル、柔らかいボール、ゴール前、シュート、水沼、あっという間に逆転をしました。ゴール前に侵入していた水沼、侵入しましたね。エーベルのこのラストパスも絶妙でしたね、はい、あとは止めて左足で、バーに畑中、角田、そのバーでエーベル触ります。シュートを狙います。ここはもうタッチに逃れました。ドンビョンを、マルコス・ジュニオールが出す、渡辺、これは手を出してしまった。ドンビョンオンは2枚目、数的な不利であったり同数もあるんですけどもね、はい、渡辺もうまく裏にスペース、1対2、首位の横浜 F マリノス、17節、折り返しを首位でターン、勝ち点3をしっかりと後半の逆転劇で取り切りました。